つけてね、こうあれだ診断書ですよ、どうこうですよ、否めませんよっていうのをね、あと後出しのようになってきて、やってきて、な、人をはめればね、それが民事許されるんだったら、俺はっきり言って、ずっと戦うわ。マジ、ずっと戦うわ。うん、ふざけやがって。マジ許せねえ、本当にマジムカつく。じゃ待ってな、いろいろ問題あるからさ、これでいいか。これいいな、うん、別に何も見せてねえし、うん、これも裁判提出するんだけど、裁判提出するもんだけど、これ、顔はね、映ってないから、顔はないからね、切り取ってるから。これ横から見た姿だけど、これで太ってないって言える？これ横からだよ。真正面じゃないからな。横から。ね、これでね、どこまでね、自分のね、自分がね、どんだけね、正当化して自分のね、体型とかそんなもの気にしてず、自分のね、病状をね、人のせいにしてるか。うん、全部やってやっからよ、とことんやってやるよ、うん。こっちはバカにしてるんじゃねえからな、こっちはな、逆にね、なんか知んねえけど、訴えられてるとかどうこうとか言ってんだからよ、アホ。ふざけやがって。マジで。この情報もね、この僕が今発言している情報も人から聞いたって言ったら俺のアンチと絡んでるってことだし、な、絡んでるってことだし、全部証拠になるからよ。全部やるから。クソやろ。あ、なんだっけな。あ、なんかあんだよ。どうだっけ。いっぱいついてな。いや、徹底的にやるよ、俺は。うん。マジ、ムカつく。いや、本当にね、爆発しますよ。俺はもう本当ね、今回はね、徹底的にやります。相手がね、これでね、俺が放送を使って未だにバカにしてるって言うんだったら、お前は俺のことを監視してんだろ。怖いと思う人間のことを。うん、やります。火？いやもう俺もう本当に火爆発そうだから。あとね、教えてもらいたいよ。ね、8月の22日午前10時30分から初回控訴が決まったからお祝いのいちご大福。まだ報告できることがあるけど、弁護士が手続き取ってからにする。ああ、よくも食道、ね、何？逆流性食道炎になってる人間がお祝いでいちご大福食えるな。いちご大福？結構腹持ちいいよね、あれね。よくもまあ、いちご大福食ったりとかできると思うんだけど、本当に取ってつけてね、こっちをはめるために放送、ね、放送なくて民事裁判やってんだろ？うん、全部出してやるからよ。な、いちご大福食っ、俺全部出したから、いちご大福だろ、いちご大福食ったのもそうだし、ラーメンもな、ラーメン食ってんのも、あと申し訳ねえけど、俺と関わってる時以外にもファミレスで自分でニシン頼んでるよな。な、俺、普通の人っていうのは一人さ、ファミレス行ったら一品しか食わないだろ？違う？一品しか食わねえよな。二品、例えば、スパゲティのミートソースにトンカツ食う人いる？いないよな。ラーメン食って、ハンバーグ食う人いないで言うね。もうそういうのも全部取ったから。全部、いろいろ頼みましたよ、僕は人に。ふざけやがって。
ふざけがあって、うん、徹底的にやるよ、うん、俺ちなみにもしこれね、もしね、判決として、裁判官の判決として、判決として、結果が出るのならば、俺は控訴するから。控訴っていうのかな？わかんないけど、民事は何て言うのかわかんないけど、俺はどんどん裁判納得はできないって言ってずっとやるから。うん、やるよ。本当に。俺本当に頭きてんだ。だって、俺これで2、3日放送できない、できなかったわけでしょ。これからもできなくなるから。うん、本当に、うん、あとね、まあ、これは僕が仲いいリスナーさんなんだよ。僕が仲いいリスナーさんにこんな文章も送ってんのも全部証拠。これ旦那さんのツイッターなんだよね。これ旦那さんのツイッター、ある？このイルカのねツイッターで、わかる？旦那さんのツイッター、内縁の旦那さんのツイッターで、パパリン超お願い、引っ越し50万、刑事事件介入21万、こんなことも送ってんの。俺のリスナーにね、俺が今でも交流あって、そして、今この人はね、この僕のリスナーさんは、この女性とは全くもって交流がない。そういう人間に金貸してくれって過去に送ってんの。50万の21万6千円の10万6千円。そして、ね、来月の5日まで2万貸してくれって書いてんだよ。俺はこれもやるから、俺の人脈を使って、俺の人脈、ユイガっていう名前の人脈を使って金借りようとしてたのは事実だから、これ野球メンバーのも全部もらったから、俺は。野球メンバーに5万貸してくれ、3万貸してくれ、2万貸してくれっても全部証拠取ったから。徹底的にやります、うん、マジで、うん、あとそうあとね、まだやることあんのねえねえ、雑談たぬきってあるんでしょ、みなさんいらっしゃい。俺雑談狸ってさ、ね、気分悪くなるから、どうせ2チャンネルと同じようなもんだから、気分悪くなるから、見ないんだけど、雑談狸も、俺ちょっと、開示請求書きようと思ってる。これ、相手が訴えてる人間が書き込んだんじゃないかなっていう書き込みを探して開示請求する。なんでかっていうと、こいつツイッターでね、出てきたら紙ごと貼り付け、悪いことしたんだから当たり前、ご本人にもツイッターとタヌキに全部掲載しますねって確認取るよ、嫌だって言っても知らないけどって書いてるってことは、こいつは雑談タヌキに書き込んでるってことでしょ。なんで雑談タヌキなんていうのね、2チャンネル雑談タヌキってのは人の悪口書くところだ。そうだろ、配信者の悪口書くところだよな。なんでそれも開示請求、こいつだって思うやつピンポイントで俺はやる、うん、それもやるつもり。あとね、こんなことも書いてんだよ。これ。面白いなと思うんだけどさ、ちょっと待ってな。これトリミングしないと大変なことになっちゃうからさ。よいしょと。よし。見てくださいよ。こんなことを、Twitter の DM でつぶやいてんだよ。DM でな。あのハゲ1213ふかして気持ちよくなってるけど、私の息子の弟の親友、交互娘で組長やってるんだよね。はぁー、年男の弟の親友が交互娘会の組長やってるらしいよ。暴力団組織と関わる人間なんだよ。なのに元暴力団組織の人間怖いよーって言ってるんでしょ？いいねー、面白いねー、やってもらいましょうよ。暴力団反社会勢力と関わってる人間だろう。俺は元だよ。うん。現役の人間と関わりあるんでしょ？やってもらいましょう。あと残念だけど、僕にね、前ね、
のんちゃんと連絡取りたいんだけどって言って、なんでですか、俺に電話なんでかけてきたんですかって、僕が電話をかけね、変える前ね、昔電話番号を変える前に俺の電話にかかってきたんだよ。そんでのんちゃんに代わってっていう連絡が来たんだよ。うん、男の人から。どこの人間だって、暴力団組織の人間を名乗ったから。うん、それも電話番号、俺さ、電話番号を取っとかな、もう電話からさ、携帯電話変わっちゃってるからなんだけど、電話番号、近々僕の手元に届きます。着信履歴、発信履歴っていうのは、電話会社残るでしょ？それを発行してもらうことができるよね。なので、そう、今回の、訴えた人間ね、加害者、相手は加害者の名前を本名、フルネームで言いましたからね。まさかフルネームでインターネット上の人間がフルネーム知らないでしょ？みんな知ってます？相手のフルネーム。僕が訴えられてる人のフルネーム。知らないよね？ね、名字だけとか名前だけ知ってる人いるかもしれないけど、フルネーム知らないでしょ？なので、まあ、確実にあなたが仕向けたことだと思うので、それも全部出しますよ。あなたが暴力団組織の人間を使って、俺のことを脅してきた、簡易的にね、間接的に、徹底的にやってやるよ。うん。調子こくんなよ、バカ。うん。つうか、俺ね、これ負けられない理由があるんだよ。負けられない理由が。こんなことやられてたら配信者ね、みんなリスナーに訴えられて、な、少しこうやって言われたことに関して暴言吐いたら、な、リスナーは好きなことをリスナーが書ける。人の悪口も書けるし、暴言も書ける。こっちが言い返したら訴えられますよ。ふざけんじゃねえと思うよ。絶対負けません。うん。ビタ一文払えません。うん。ずーっと不服申し立てします。ずーっと不服申し立てする。うん。最悪、破産しまーす。うん。別にね、僕の人生この41ね、2年間、別にろくな人生歩んできてねえし、俺さ、ローンも組めねえしさ、俺破産するだけだから。別に破産して困ることないじゃん。うん、ネルさんなんてね、2回も破産してるし、うん、困んないから別に。うん。そうそう。あとは、まあ、うちのリスナーさんでもいるけど、うちのリスナーさん、女性のリスナーさん、あるリスナーさんいるんだけど、たまに来るんだけど、ココっているじゃん。悪魔のココって。あれのかっこいいさんでもあるんだけど、そのリスナーさんの、そのリスナーさん姉さんなんだけど、それの、兄貴分の、射程が、俺と兄弟分だったのよ、昔。昔兄弟分で、懲役で兄弟分だったんだけど、そうそう。俺の上なんだけど、ちょっと上なんだよ。2個かな ?2 個上か、ケンジは。ケンジ2個上なので、僕、そこに養子縁組入りまーす。うん。破産宣告して、ね、破産して、僕は。そんで、養子縁組に入りまーす。うん。金取られるんだったら。ビタ一文払わないから、僕は。払うつもりありません。うん。散々やられといて、ね、当たり屋みたいなことやられといて、なんで俺が払わなくちゃいけないんだよ。懲役で兄弟分。え、朝尾知らないの？朝尾、もうちょっと刑務所という場所勉強した方がいいよ。兄弟分って懲役で兄弟分になるの多いんだよ。お前、現役のヤクザモンとか、な、過去にさ、今親分になってる人たちいるでしょ？山口組さんとかいるでしょ？それちょっとほとんど懲役で兄弟分になったりとかしてるんだよ。そんなことも知らないの？あんまりそんなこと知らないのに、わらわらとか、くったらないことつけない方がいいよ。笑われるだけだから。あー。証拠番号968いらっしゃい。